んにちは、プロトリュフチャンネルです。皆さん、パンジービオラ買ったままそのまま大事に植え付けてませんか？それじゃダメダメ。株はまずは枝作りをしてから、それから本格的に花を咲かせましょう。ちょっとコツをお教えしますね。こっち寄って寄って。このように分枝しているところから 2,3 枚葉っぱを残して思い切って切ります。同じようにみんなバチバチバチと切ってしまうんです。そうすることによって、摘心を以前紹介したと思うのですが、根数を増やす剪定をまずはしてほしいんです。そうすることによって枝数が2倍3倍と増えてきます。ちょっと寂しいのは1月ぐらい、あとはわーっと花が咲いてきます。ですから追肥も忘れずに。切った花はかわいそうだから、一輪挿しで少しの間は楽しめます。